じゃあこれあれですね、まずはちょっと蹴っていただいて、僕がですか、距離感をちょっと見てみたいですね。はいはい、あ、本当ですか、お願いします。はい、ちょっと脱ごうかな。今ので試合で言うとどれくらいな、試合で言うと多分コーナーキックから蹴るイメージだったりとか、フリーキックで40メートルぐらいから蹴るイメージだったりとかっていう感じですかね。はい、大体思いっきり蹴ったらどのぐらいまでいくんですか。おー、素晴らしい。福島のとことかだと飛ぶ人で60とかだと思うんですよね。じゃあノーバン200行けばとりあえずは合格ラインというか、そうですね、そんな感じですかね。今ボール割れちゃったんですね。割れましたよ今。ちょっとそうだ、押さえた押さえた。小次郎超えたね。ヒューが小次郎超えてるもん。ちょっとこれ距離相当出てますよ。来ましたね。これ相当出てる。100近く、100ぐらいいってんじゃないですか。キーパー受け止めて無理ですね。これ無理ですね。その先でヘッドで合わせてみたいとか。ああ、そういうだったらね。こうセンタリングみたいなのって、あれですか、これって威力とかスピードを、抑えていくことってできるんですか。いや、回転数を抑えたりとか。なるほど。つけば本当にちょろんっていうのも打てますし、はい、今のも打てるって感じですね。なるほどなるほど。あんなボール蹴れないね。でもね、だからあまりにもパワーが強いから、例えばサッカーのこうゴールイメージしたときにどうなるのかなっていうのはね、ちょっとまだ予測つかない。で、50パーとかちょっとパワーを弱めてどういう弾道になるかっていうのをちょっと見てみたいなって。本当にネットを突き破るぐらいの突き破るよこれ。3割ぐらいでいいと思うんだよ本当に。フリックとかだと普通に2割ぐらいの強さとかそういう感じなんだと思う。コウロさん、全然パーすごいですね。すごいですね。50? いや、これはすごいよ。そうしたら抑え気味の方が飛んだりする可能性はありますね。うん、今のいいキックでしたよ。いいキックだった。今のすごいよ、これ。だからほら、強くないから、車体が暴れないんだよ。インパクトがしっかり当たってんじゃないですか。ということですよね。うん、多分。だってこれがまだ進化していくんでしょ、このカストロール1号。まあ、ね、あれですよね、だからあとはこうボールの、まあ、これが進化していくボールの置く位置とか高さとかによってその角度が飛んでいく角度とか、そうです、ね、もっとライナー性になったりとかっていうのは、まあ、調整していく感じですよね。あれですね、やっぱりこうこのパワー、パワーみたいな遠くに飛ばすとかスピードプラス今度はよりサッカーをイメージしてこう、ね、ゴールみたいなのにこう入れるような、そういうこともできればそうですね、もっと広がりますよね。多分見てる人もおーみたいな感じ、やっぱね、なんかこう目印とかね、まあそうですね、標的があってみたいな、うん、